アウトストラーダ A6 は1960年から運用されている主要幹線である。2001年からラベルデマーレと呼ばれており、ピエモンテ州西部とリグーリア海岸をリグリアンアルプスを経由して接続している。J1 とサボーナの間の山間部では上下線の経路が異なっているため、片方向きは 125km、もう一方は 130km と道路延長が違う。 40年以上の間ほとんどの区間が上下線非分離道路であり、事故率が高かったが、1973年に始まり2001年に終了した長期の上下線分離加工事の後には通常の事故率になった。1950年代の初めに、フィアットがイタリアのモータリゼーションの促進を望み、トリノの地方団体からも出資を受ける子会社スペーシスの創設を進めた。 この会社がトリノと海をつなぐアウトストラーダの大プロジェクトを暗室した。1956年6月5日にそのプロジェクトの実現を目的としてフィアットにより管理されトリノの企業と団体も出資するチェーバ砂防な高速道路株式会社を設立した。まず1960年1月27日に砂防なチェーバ間 42km が開通した。 当時としては大胆で複雑な工事であり、アウトストラーダ A1 のアペニン山脈区間開通の1年前に、欧州で最初に実現した山岳部のアウトストラーダだった。実に129の高架橋と23のトンネルを必要とした。しかし費用削減のために、道路を谷に沿わせ、バラッコーネ山の標高に対応するために、ループ形状にするなど、 経路は著しく曲がりくねる結果となった。その上、この道路は、福音10.5メートルの三車線双方向、通行道路であり、中央車線を両方向の追い越し車線として使うというものだった。この工事に117億リラを要した。この道路には二つの本線料金所があった。一つは、A テントの接続を想定しているジノーラジャンクションのすぐ上流部。 もう一つはプリエイロである。料金支払い方法は若干複雑で入り口料金所で出口を申告して料金を支払い、紙の領収書を二部受領し、その一枚を出口料金所で渡すという形態だった。当初の料金は前線利用時に小型車で200リラだった。当初の中間室入り口はアルターレ、カルカレ、ミルレージモ、モンテゼーモロの4箇所だった。 1963年夏に、プリエーロとホッサーの間の工事が開始された。リグリアンアルプスからこの道路の経路を横切って流れる、多くの川の広く深い谷を横切る必要があり、工事は簡単ではなかった。10km 区間のために23の高架橋が必要だった。そのうちの3つは、長さが 1km を超え、高いものは 50m もあった。 1965年9月29日に新たな 41.5km 区間が開通した。そのうち 6km は片方向1車線であり、新しいフォッサーの終点料金所はステューラディデモンテ川を越えてクルネオンの町につながる道に接続した。その区間の残りの部分は以前の区間と同様に交互移し車線のある3車線双方向、通行だったが、 楽観的に1970年の実現を予測された上下線分離化のための場所は確保されていた。モンドビとサントゥアリオディ、ビコフォルテの間にあるガイデー・モンティトンネルは当初から2本のトンネルで構成されており、非常に短い区間ではあるものの、数十年の間クーネオ県で唯一上下線、分離区間だった。同時に、チェイバ、ニエ、ラターナロ、サントゥアリオディ、 ビコフォルテ、モンドビ、カルの中間室入り口が開通し、プリエーロ料金所出口が閉鎖された。当時の総費用は170億リラであり、フォッサーノからサボーナまでの当時の小型車の通行料金は400リラだった。1968年春に、残りのフォッサーノとトリノの区間の建設の許諾を得るために、会社名を 鳥の砂防な高速道路株式会社に変えた。工事はすぐに始まり、1970年5月27日に、モンカリエイリの南5キロメートルラ・ロッタ近郊のラ・ロッタ出入口とマレーネの間の、平地部分が開通した。この約3 2トルの区間は、ラ・ロッタとカルマニオラの間1 1 5キロメートルが、上下線分離であり、これはこのアウトストラーダとしては相当な。 長さを持つ最初の上下線分離区間だった。1970年7月25日にマレーネ・フォッサーの区間が上下線非分離道路として開通した。このわずか1 5トルの区間は広いストゥーラ渓谷を非常に高いところで越えるための長さ2 7キロメートル高さ8 0ルの高架橋を建設する必要があるため、 他の部分はほとんど平坦であったが、60億、リライ城を応用した。それは、今でもなおアウトストラーダの大規模な工事とみなされており、この時点では、欧州最大の高架橋の一つだった。1971年夏に、ラ・ロッタとサンパオロ・ディモンカリエリの間の短い上下線分離区間が開通した。最後に、1972年7月26日に、 サンパオロシ入口とトリノを接続する、いわゆるモンカリエリのオーバーパスと呼ばれる区間が開通した。今日、この区間はアウトストラーダ A55 トリノ環状線の一部である。ほぼ全体が双方向通行道路ではあるものの、この道路はこのようにして完成した。フィアットの試験路1972年にカルマニョーラの出入口トリオコローレ西サービスエリアの間の区間に、 西側に2本目の道路が完成した。これは一般車両には強用されず、フィアットの高速試験路専用に使われていた。この試験路の開始位置はカルマニョーラ出入り口から 3km のところであり、終了位置は上記の減損するリオコローレ西サービスエリアの直前だった。オーバーパス特定標識33番。 25.4km のところに試験路の技術チェック場跡が今でも残っている。この試験路上でテストドライバーのクラウディオ・マリオオリがルマンのレースの準備でランチアル c 2を走らせ時速時速 387km を記録した。トリノまでの経路がまだ作られている間に1950年代の古い設計によるトンネル内を含む急勾配と 旧カーブを特徴とするプリエイロ砂防な管、山岳部区間が上下線非分離道路であることの不適切さがすでに明らかになっていた。中央車線での双方向を追い越し、都半部で非常に低速走行になる多くの大型車両、中央分離帯の欠如が原因で車両の正面衝突が頻繁に発生し、多くの場合乗員に致命的な結果をもたらした。 1971年には91件の事故が発生し、そのうち3件が死亡事故だった。これらの事実から A6 は死の高速道路と呼ばれるようになった。そして間もなく砂防な側から順次上下線分離化する計画が立てられた。1971年6月1日に地の裏の入り口料金所を上下線分離化に備えてより広い。 料金所にできる場所への移設が完了した。続いて7月31日に元のアルターレとカルカレの出入り口を閉鎖し、新しくできた料金所の近くに新しくアルターレ・カルカレ出口を移設した。当初に建設された道路は産地地計画の観点でも限界を示していた。1972年にチェーバとモンテゼーモロの区間は地滑りにより、 高架橋が損傷を受けたため、1ヶ月半の間、閉鎖されていた。1973年5月に、サボーナとアルターレカルカレの区間の上下線分離化工事が始まった。従来の車道から完全に独立した鳥の方面の 15km の車道が実現した。この道路は3車線で、以前のものより屈曲が少なく、曲率半径も明らかに大きく、 勾配が緩く、標準的だった。その工事は高価で大掛かりなものだった。全体の1、3がトンネル、1、3が高架橋であり、そのうちの一つは高さ90メートル以上だった。新たな区間は2機に分けて開通した。1機目は、ボルテディクイリアーノと、 アルターレの区間が1976年5月25日に、そして2期目はサボーナとボルテの区間が同年10月7日に開通した。しかしほどなくして政治情勢が変わり、経済とエネルギーの危機から高速道路の建設が減らされ、その後、1975年の放棄475により新しい高速道路の建設が禁止された。その上、 私的な高速道路であるという特徴から、出資者は国の補助金と十分な収益見通しがない限り上下線分離化のための莫大な追加出資を望まなかった。サボーナとアルターレの区間の完成の後、上下線分離化工事は完全に停止した。残念ながら事故は止まらず、死者数は月一人以上に増加した。結局、六人の犠牲者を出した重大事故の後、 当局は1980年7月15日から、チェーバ・アルターレカンのサボーな方面の通行停止を命じた。この区間は一方通行となり、海側への交通は並走する SS28 ビスに受け持たせることになった。その結果として生じた不便と地元の管理者の抗議により、この道路は10月1日に再度双方向通行に戻された。しかし、プリエーロと アルターレの山岳部区間では、中央の追い越し車線は廃止されゼブラゾーンになり、制限速度は時速7 0トルに下げられた。この対策は安全性の改善に効果があり、事故は70%減少した。しかし、追い越しが完全に禁止される2 5トルを超える非常に長い区間では、大型車の後ろには長蛇の列ができた。A6 の この状況が耐えられるものではないことは明白だった。真の上下線分離化のための多額の投資が必要だったが、所有権を持つフィアットは実現する意思がなく、この高速道路の国有化が望まれていた。地元の政治家たちの抗議と活動の結果、1982年8月12日に議会が法棄531-82を承認した。その11条には、 A6 について記載されていた。それは、トリの砂防な高速道路株式会社の株を通常の半額で最低70%買い取るために完全に公的に所有された新高速道路会社を承認するものだった。そして、この新会社は高速道路の新規建設を禁止した法律があるにも、かかわらず A6 の完全上下線分離化を目的としていた。 最初に200億リラの資金が、この工事のために調達された。1983年1月から2月の間に、トリノサボーナ高速道路会社の過半数の株が、フィアットグループ会社により、新高速道路会社に売却され、A6 の公営化が完了した。残っている少数株主は、トリノミラノ高速道路会社とトリノ市だけだった。 翌年は上下線分離化のプロジェクトの準備に費やされた。しかし新たな公的会社はとりあえず既存道路の改善を始めた。1984年7月、海側通行完全禁止の4年後にトラックの後ろにできる渋滞問題を緩和するために、司法はプリエーロとアルターレの区間に、それぞれの方向に、 数百メートルの追い越し区間を3箇所設置することを承認した。1986年6月19日のアウトストラーダ A10 のフェリーノとサボーナレジーノの料金所の廃止と有料区間の統合には A10 と A6 を接続するジノーラのジャンクションとサボーナ料金所が必要だった。同時に上下線分離化計画の明確化は官僚主義と物言いにより遅らされながら ゆっくり進んでいた。実際のところ、上下線非分離の不便さに抗議を重ねていたクーネオとリグーリアの町が今度は上下線分離化に抗議をしていた。モンテゼーモロの住民250人がより低い場所で直線的に通る神経路に彼らの使う山間部に位置した出入り口が接続できなくなることから長期間法的主張により高速道路を手の内に置き続けていた。 密定時も周辺の住民たちは頭上に高い、高架橋を見たくなかった。環境保護論者と地元の歴史愛好家は、ブリック棚の巨石遺跡の損失の可能性のために、反対していた。また、さらに北では、モンドビ料金所から4キロメートルの場所にある、サントゥアリオディ・ビコフォルテ料金所の廃止反対、そして、出口の合理化論に反対する運動があった。 最終的には設計変更のほとんどすべての要求が拒絶された。しかしそれはさらなる年月の遅延と重大事故という代償を払うことになった。1988年1月27日に高速道路会社とアナスの間で新たな協定が締結された。夏から秋にかけてプリエーロとアルターレの区間の最初の入札が実施され割り当てられた。 1989年7月に最初の建設現場が開設された。完成予定は1991年末としていたが、合意により賄わなければならなかった数千億リラの公的資金の到着が遅れ、作業は停止した。1990年春の割り当てにより、プリエーロと リベーレディロッカビニアーレ区間とモンテカーラディコスセリアとアルターレ区間の2つの建設再開が許可された。しかし、2年後にも州からの約束の資金は注入されなかった。こうやって工事期間が伸びてゆき、プリエーロとフォッサーノの区間の上下線分離化は既存の道路の単純な拡大により置き換えられるとの疑念が呈された。 幸運にも1993年の夏に新たに5000億、リラの公的資金が投入され、工事の速度が早められ、全線上下線分離化に向けて、再度計画が立てられた。高速道路会社は、独自の資源で可能な限り工事に資金を提供しようとした。また、1991年5月6日に、料金システムを現代的に適用させ、入り口でなく、 出口を通過するときに支払う形にし、多くの使用者の料金を倍増させる機会を得た。この料金値上げにもかかわらず1992年8月10日に、カルマニョーラとプリエーロ間の上下線非分離区間、全体及びアルターレからサボーナへの下り区間は、制限速度を時速 90km に下げられた。道路法の変更により、これらの道路区間はもはや高速道路とは認められなく、 なるためだった。その上、1992年9月22日に、洪水により、アルターレとサボーナ間の古い方の道路のタスチェ高架橋が崩落し、9ヶ月の間新しく作られた型の道路を、片側1車線の道路として使うことを強いられた。一方、1992年の初めに、フィアットの試験路をアウトストラーダとして引き渡す準備が整った。 これにより、費用と工期を低減して、カルマニョーラトリオコローレサービスエリアの間を上下線、分離化することができた。この 16km 区間は迅速な上下線、分離化を約束した、国有化からおよそ10年後の1992年12月23日に、開通した。1993年12月18日に、予定から2年遅れで、 アルターレとモンテカーラの 9km 区間の上下線、分離化拡張が、ついに開始された。新道路は、高架橋とトンネルを使い、より直線に近い経路であり、アルターレ料金所、付近 2km 区間を除き、トリの方面行き車線として使われる。プリエーロとリベーレの 10km 区間については、何度も遅延が発生し、1995年8月4日まで、 待たねばならなかった。サボーナ方面への上りの道路は、モンテゼーモロの下をトンネルで通過するため、モンテゼーモロで入り口は閉鎖された。その2日前に、リオコローレとマレーネの平坦部4キロメートル区間も開通した。1994年の春に、まだ上下線非分離の区間の内比較的工事が容易なところである。フォッサーノの北のマレーネから、 ストゥーラ高架橋の手前までの区間と、モンドビトプリエーロの区間が計画され、工事が着手された。リベーレとモンテカーラの区間は、密定時の町の反対が続き準備が進められず、モンドビト、ストゥーラ高架橋の区間は、多くの高架橋のために上下線分離下には時間と、多くの費用が必要だった。上下線分離下は、ここに、数キロ、そこに、数キロ、 と少しずつ続き、さらなる危険を作っていった。上下線分離角間から非分離区間へ切り替わる、場所ごとに長い渋滞と事故を発生させることになった。1996年4月16日にマレーネとストゥーラ高架橋の間の平地区間が開通した。サントアリオディ、ビコフォルテ出口の完全閉鎖の後、1997年12月から1998年9月の、 間に、プリエーロとモンドビのすぐ南の外、モンキトンネルの間の区間が数回に分けられて、開通した。これは、当初の発表から28年遅れだった。一方、1997年の初めに、このアウトストラーダ全体の中で、最も印象的なストーラの2番目の高架橋の工事が開始され、1997年12月には、 ミレージモの建設現場が開設された。しかし、このアウトストラーダ全体の上下線分離化を完成させるにはさらに4年必要だった。1999年7月31日に、ストゥーラ高架橋からフォッサーの出口までの上下線、分離化が完成した。この数ヶ月前に、 事故で死亡したカラビニエリのフランコロマーの将軍の名前を開通した高架橋に命名した。2000年4月19日に、ジノーラの A テントのジャンクション部の作り直しの後に、アルターレの本線料金所が解体され、2つのアウトストラーダの間の料金所がなくなり、A6 はイタリアのアウトストラーダモーに統合された。2000年11月6日に、 当初の発表から9年遅れで、リベーレとモンテカーラ間 6km の区間が開通し、これで山岳部と開通から40年以上、放置されていた区間の上下線分離化が完了した。密定時の出入り口は、砂防な方面の道路に設置されており、上下線分離化により、新たに建設された鳥の方面の道路は、この出入り口部分で 1.3km ほど南に、 離れた部分を通っている。そのため、出入り口の前後数キロメートルの部分に上下線を接続するランプを追加し、鳥の方面を走行する車両はこのランプを経由して、ミルレージも出入り口を使用する形態とした。2001年6月14日に、フォッサーノとカルの区間が開通した。この区間で計画されている、クルネオ方面の A33 分岐ジャンクションのための準備が整った。 2001年8月4日に、モンドビ出口前後 2km が開通した。最後に2001年11月12日に、エレーロ川とペジオ川を渡る2つの大きな高架橋を含む、ガイデーモンティトンネルから、モンドビ、カルまでの最後の 4km 区間が開通した。これを機会に、市のアウトストラーダという故障をなくすことを狙い、A6 は公式に、ラベルデマーレと改名された。 2000年3月9日に、この高速道路会社全体が民営化され、ベネトンファミリーが率いるコンソーシアムの手に渡った。A6 は17年の公営化の後、再度民営化に戻った。2000年11月15日にこのアウトストラーダは、衝撃的なニュースの現場になった。弁護士の息子であり、フィアットの相続人であるエドアルド・アニエルリが、フランコ・ロマーの高架橋から、 投真自殺したのである。全線上下線分離化が完了した2001年末には A6 は標準的で普通の事故率のアウトストラーダになっていた。しかしそれは1950年代に作られた山岳部の古い部分はカーブが多く、そのいくつかの区間では時速7 0キロメートルまで制限速度が下げられているという状況の上でのことである。 構造の進行性老朽化が出現し始めていた。2003年4月に密定地元アルターレの区間は高架橋の崩壊により数日間通行止めになった。これらの年には A33 アスティクーヌオとのジャンクションが開通したことだけがニュースだった。2005年7月にアウトストラーダの最初の数キロメートルとともにマッシュミーニの町の枯れ出口の少し北に クーネオ方面の新しいジャンクションが開通した。2007年6月18日にマレーネ出入口が変更され、アスティ方面の A33 にシームレスに接続した。この変更に続き、マレーネを出てサビリアーサルッツォ、フォッサーのクーネオに向かう西行きの交通は禁止され、A33 を 3km 進み、最初の出口を出て戻らねばならなくなった。 また、この理由により近年、ストゥーラの高架橋の北で、フォッサーの環状線と接続する、新たなフォッサーの北出入り口の実現性について、語られ始めているが、今日この計画はまだ具体化されていない。2005年12月2日から3日の夜には、大雪による大型車のスリップが原因で、何百人もの人たちが何時間も車中に閉じ込められ、最後には、民間防衛隊が救助に出た。 この事故の後、山岳区間で降雪時の除雪車出動が習慣となり、除雪車の後ろを超低速の列を作り走行することを強いられるようになった。2010年6月に速度を制御するため A6 の各進行方向に区間にチューターが導入された。2012年2月に複雑な産業協定のもとで、アウトストラーダグループは、ガビオファミリーの上手に、 トリノサボーナ高速道路株式会社を2.23億ユーロで購入する機会を与えた。このオプションは行使され、2012年11月15日に A6 の所有権は移転した。2017年11月1日にトリノサボーナ高速道路株式会社はアウトストラーダ A10 の所有者であり、またガビオグループの一部であるアウトストラーダデイフィオーリ株式会社に組み込まれた。 1956年に、チ J バ砂防な高速道路会社が A6 建設のために設立されてから61年後に A6 は独立会社として存在しなくなった。一方、1950年から1960年代に建設された区間の老朽化が顕在化し、SNS 上で繰り返し警告が発せられている。2014年から2019年の間、 管理会社は、ストゥーラ高架橋を含むいくつかの古い主要な高架橋の道路の改修もしくは作り直しの工事を進めた。2019年の初めに高速道路の燃料販売の全般的な減少に直面して、利益は出ていたものの5つのサービスエリアの閉鎖が法令で決定された。しかし、そのうちの2つは給油と旅行者サービスで有名でよく使われていたため、 地元の抗議の結果閉鎖は免れた。2019年11月24日に地滑りにより再度通行止めになった。老朽化部分であるサボーナの少し北のマドンナデル、モンテダカカ境が崩落したためである。数日後にアウトストラーダは新しい方の道路で双方向を通行するようにして再開した。そして地滑りを検出する装置も導入した。崩落した。 高架橋は再建され、2020年2月21日に開通した。フォッサーノから見た、ストゥーラ高架橋2001年からラベルデマーレとして知られている、A6 トリノサボーナは、全線が上下線分離であり、イタリアの主要なアウトストラーダに類似した特徴と安全性のレベルを持っている。この道路は、ピエモンテ州西部とリグーリア州の間、より一般的には、 西アルプスと地中海沿岸の間を接続する主要幹線である。それゆえ、この道路は2種類の観光客の交通を提供する。一つは特に夏季に、ピエモンテ州とバルレ・ダ・オースタ州から、リビエラ・ディ・ポネンテとコート・ダ・ジュールに向かうものであり、もう一つは特に冬季に、リグーリア州から、クーネオ県のスキー場に行くものである。また、サボーナ・バドコポネンテ、 コートダジュールからトリノ及びアルパイントンネルに向かう、またはその逆の重要な産業交通も提供している。この動脈は主にピエモンテ州とリグーリア州の境界の人の手がほとんど入っていない地域を通って作られた。トリノを出て約4 0トルまっすぐ平地を南に進んだ後、モンドビに到着するまで長く高い高架橋により広い谷を繰り返し通り過ぎる。 そこから、リグリアンアルプスの最初の部分に入り、経路は東に曲がり、徐々に起伏が大きくなる。チェーバを通過した後、本当の山岳路が始まる。山々を通過し、海に向かって下降する。その上下線は、完全に分離し独立した経路を進み、数箇所でしか出会うことはない。1950年代に設計され建設された古い、方の道路は、 距離が長く屈曲しており、一般的に山を下る方に使われ、1970年代と1990年代に建設された新しい方の道路は、多くの部分で直線もしくはより緩いカーブであり、そのほとんどが長い高架強化トンネルであり、延長が数キロ短く、一般的に山を登る方向に使われている。経路で標高が最も高い場所は、 タナロ川とボルミダ川に挟まれたモンテゼーモロの高地のトンネル部であり、振動の高さは約620メートル、急動の高さは約680メートルである。密定地もからアルターレまでほぼ続く、下りの後でリグーリアとパダーナ平原の間の分水嶺である、カディボーナの丘を越える。ここはまた、アルプス山脈とアペニン山脈の境界でもある。カディボーナの丘から、 海までの標高差を 14km 弱の間に収めるため平均勾配は3%を超える。特に現在は海側方面に使われている古い方の経路はイタリアの全アウトストラーダで唯一のループ形状を含む激しい屈曲路であり、制限速度は最も遅いところでは時速 70km である。しかしその経路は風光明媚であり、 刺激的なドライブを提供する。適度な標高にもかかわらず、海とアルプスの最初の山頂に近いため、山岳路は降水量が多く、冬季には雪も降る。地形が険しいためにこの道路は損傷しやすく、地滑りや洪水により、通行止めになることがよく発生する。このアウトストラーダは、砂防な終点で、アウトストラーダエーテンジェノバ・ベンティミリアと料金所を 経由せず直接接続している。また、A33 アスティクーネオとは、A33 として、経路を完成させるために、マルエネカルカンの約2 0トルを共用し、これとも直接接続している。北側では、カルマニョーラ料金所を通過した後、A21 鳥のピアチェンツァブレシアに繋がっている、A55 鳥の環状線の本線との、 クローバージャンクションで、この道路は A55 のモンカリエ入り分岐路に道なりでつながる。フォッサーノ出口から SS28 につながる接続路が始まる。それは高速道路の属性を持たず、前線がラッコルドアウトストラダーレとして分類されている。ここは、もともと A6 がフォッサーノで終わっていた時にアウトストラーダの最後の区間だった。A6 の前経路は、 欧州高速道路 E717 でもある。A6 の管理会社は2017年から STM のアウトストラーダデイフィオーリ株式会社である。各方向の道路に、それぞれ2区間、平均車速がチューターシステムにより監視されている。カルマニョーラとマレーネの間の区間、ブリエーロの近く、およびクイリアーノの近くに設置されている。ほぼ直線であるカルマニョーラ、 マレーネ区間での、このシステムの効果は、監視区間内に、リオコローレサービスエリアがあることで制限を受けている。フォッサーの接続路もしくはフォッサーの分岐路は、全線が片側1車線の上下線非分離道路で、あるが、高速道路の開始と終了の標識があり、その看板は緑である。その上この接続路上のオーバーパス特定標識には、A6 のマークがある。この接続路は、 イタリアのアウトストラーダの内部番号によると分岐路 D06 としても分類されている。1999年10月29日の法令 N461 が国益になる高速道路網の間の接続路について言及し、この接続路を A6 の一部と分類した。この接続路は A6 のフォッサーの出入口から始まり延長 6.1km である。ありがとうございます。